はい、どうもハリウッドでございます。本日もドラゴンクエスト2ドロップアイテム縛りですね、やっていきたいと思います。ついに待望のザオリクをね、クッキーくんが覚えたんで、これからアトラスくんをね、やっつけにまあ行こうかなって感じですかね。アトラスくん目標で、で戦いながら、でも戦いながらではあるんですが、とね、アトラスくんをやっつけて帰ってこれれば一番いいかなって感じですけど、目標はあくまでもアトラスくん。いやー、ザオリクはでかいで、ただ MP めっちゃ使うんすよね。本当は逃げてアトラスクのところに行くってのが王道だとは思うんですけど、ちょっとね、アッキーナちゃんのレベルも上げながらでアトラスクのところに行って、でそんなアトラスクのところに行くときも MP、 うい来たー、 MP がたくさんとか、正直ハリソンくんの会心の刺激が何回か入ればいけるっしょみたいな。あとはもう攻撃力相手めちゃめちゃ高いんで、そこをどう対応するかって感じですね。うぃ、先手か。先手好きじゃないんですよね。先手されたらもう逃げるでしょ。いや、視界は良好ですよ。米倉良好さんですよ。良子って言ったら広末さん、良子ってすごいですよね、よく考えたら。広末良子さん、国中良子さん、米倉良子さん、良子すごいっすよ。他にもいますよね、今パッて出てこないだけで。なんか今結局キラキラネーム、キラキラネームがなんかこの法案でこのダメみたいなっていうのがなんか法案で可決されましたよね。なんか呼び名は変えれるそうですね。漢字はそのままでも、これはこう読むんだよってのは役所に言ったら変えれるみたいなの、なんか聞いたことがありますね。例えば僕全然漢字違いますけど、僕の名前で真剣佑ってやってもいいわけですよね。これでこう読みますっていうのを言い張れば面白いですよね。時期なんであんな、あのね、キラキラネームって流行ったんすかね。なんか、もっとすごくなると思ったんすよ。変な話。キラキラ、なんかすごい名前が出てきてたじゃないですか、ずっと。で、もうずっと、時代はそうなるんだなと思ったら、普通にアイコとか、アイちゃんとか、普通にまた戻ってきてんすよね。キラキラネーム最強っしょって言ってたギャルも、多分1人目はつけても、2人目3人目とかどうなんすかね。まあいいんですけど、時代ですよね。時代です。名前でどの世代なんだってなんとなくわかりますよね。名字がね、なかなかキラキラになることはないですから、あくまでも下の名前で、社会でも下の名前で言うとかあんまないですからね。それか、あの面接の時の履歴書の時に、お、なんかすごい面白い名前の子がいるから、それで名前覚えるみたいな、そういうのありそうですけどね。あとは名前負けするとか、芸名とかもなんか制限かかるんですよね。デカミちゃんになりましたもんね。デカミちゃんはタレント、結局デカミちゃんになりましたもんね。パイパイさんじゃダメなんですよね。パイパイデカミって面白いなって思ったんですよね、名前が。結構みんなから人気でしたよね。サシコさんのポジションだった気がしますけどね。サシコさんとかみちょぱさんとか藤田ニコルさんとか、なんか博識ポジションみたいな。
確か。今なんかこのアホポジションよりは、アホはなんか、ジャニーズとか、タレント、なんか俳優さんが、アホで面白いってポジションが入ってるから。なんか今、アホを狙いますっていうのは、まあもう流行らないんでしょうね。失礼ギャルとか。失礼ギャルは永遠にの、いいな、ずっといますよね。でも面白いと思うんですよ、ギャルは。確かに語彙力は低いし、あの言葉も失礼だしあるけど、なんか発想とかがなんか変に先入観に縛られてないというか、あ、そういうところでギャルから学ぶことって結構あるんじゃねえかっていうので、なんかギャル面白いよねって思う人って結構いる気がするんですよね。これあれがこうなるっていうのにちょっとビビりますからね。確か牢屋でしたよね。でなぜかここでもトラマナを使わないといけないという謎仕様です。で次が金だね。わー言うてますわ。決してお仕事します。これ一個ずれててもいいのかな。あ、やっぱ真ん中じゃないダメなんだ。こだわりを見せますな。くー、どうしたもんすかね。戦った方がいいのか逃げた方がいいのか。あー最悪だ。選択肢を間違えました。やば。オッケー。ふう、危ね。今のは戦っててもよかったかな。結構 結構使えますね。そらそうか、そら使うよな。どうだったかな。なんかそんなに難しい配置ではなかったんですよね。あーあー、ルカナンね、よかった。うい、来た。これはアトラス君でお願いします。アトラス君の時にそれをお願いした。今の。いいよ。ほんとハーゴンに行く時は。ほぼ逃げる、逃げてヒールしてヒールしてヒールして、うお、こんなことがあるんだ、すごいね。うい、来た。下手し3匹ともハリソン君やっつけて回るぞ。うわ、まだある。ああ、いや、でかい、でかいっす。一応これアトラス君に負けても持ち帰れますから。うわー、これ痛恨でどうこうとかやめてよ。それが怖いのよ。福引きで祈りの指は当ててえなってちょっと思いますね。こかな、アトラス君は。結構早かったっすね。前回だよね、これで。どうですね。100?142?113?112? 勝負！
アトラス君。どうしたもんかペア。防御かな。で、マヌーサ。これしかないもん。お、来た！よし！よっしゃ！見ました。これです、これ。狙い通りです。やったぜ。めっちゃでかい声出した。あれ、これどこだ？あれ、これ、どこなってんだ？あれ？え？あれ、ちょっと待って。ここか。あ？いやー、今のちょっと震えたね。アトラスク焼けたで。あれ？この下だったのか。ってこと？あれ？どっか入れる場所があるんですよね、きっと。それとも、扉？鍵？鍵あるよね。ああ、そういうことか。ってことは、ここね。ああ、そうか！忘れた。バズズって、普通に戦っていいのかな？でも、変にどうこうとかするより、ハリソン君、勝負でいいかな、68。よね、ヨナズとかしてくるから。ハリソン君頼みで。うん、来たー！流れが最高です。すごいよ。このまま、ハーゴンまで行ってまうんやないっていうぐらい、すごいんだけど。あと1体っすよね。ベリアルだっけ？ハリソン君が今、乗りに乗ってます。これいけてまうで、このまま。ちょっと待ってね。来たね。まあ、ハリソン君任せで。うわっ、イオナズンとかだよね。知っとんね。知っとるね。スクルト25。うわー、ですよねー。36か。あーあー、ヨナズンか。くー、次で会心。ああ、ダメか、まだある。ああ、ダメだったか。まあ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 、ここまで来たのはすごいっすよ。いや、よういったで。いや、勝て、どうだろうな、ハリソン君の動き次第っすね。意外といけるんじゃねえかな。多分もう、あそこまで、合わないんすよね、きっと。もうこれで、500あれば、全員帰らせるからね。こっちとザウリカあるから。もう勝負上がったりする。と、まあでも、似たてしましたからね。返しの刺激が出て。ベリアルのところも回収の刺激されてれば、みたいな。2796もう上がるね。戦いながら、済んでるから、それがいいっすね。よし、行こう。もうとにかく、ハーゴンの城。ハーゴンの神殿。倒せるやつは倒しながら、ハーゴンの神殿。いやー、トラス君とバズズの似たては、最高でしたね。またベリアルか。さす
すがにベリアルは強いね。でもあれも会心の樹皮がとか普通に大きいダメージが入ってくれればチャンスありですよね。ちょっとワクワクしてきました。ちょっとゴールが見えてますよ。ゴールが見えてます。いや当分の目標がずっとアトラス君でしたから、アトラス君やっつけれましたからね。しかも一発だったし、まさかの、まさかの一発っすよ。こんなことあるんやと。これこれこれがね入ればベリアルコもいけますって。うい、来たー。これ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 です、これこれです、これこれ3です。あるでほんまに。まあ、戦って、うわーだる、俺はだるいぞ。うわルーラで、ルーラで戻るか。 MP が多分途中で足りなくなりますよね。全開していこう。ういー、キャリー、いいよ。まあ、このマヌーサ作戦は有効っすよね。イオナズーンを使おうと思わないっすもんね、さすがに。放題 MP を使えるからイオナズーン使えるけど、こうやって今からさハーゴンの城に向かうぞってなったらさすがに使おうとは思わないっすね。うい、ちょっと待ってね、いきなり一発目であってめっちゃ MP 使わされたから全然進めねえじゃねえか。逃げて逃げてか。でベリアルにさえ勝てればいいから、戦いながらでそんなに MP も40ぐらい残ってるぐらいでいいんじゃないかなと思ってるんで。うわこのさらきゾーンですよ、ほらね。こうなるとよ。うわっ、こうやったらこれ死んだ方が早いんじゃねえかすら思ってるけどね。自暴自棄です。うわ、くー、うまくいかんですね。いけるときはサクッとハーゴンの城いけるのに、いけないときはまあでもこんなもんでしょう。ドラクエ2はゴールドは超えとかないといけないから、
1000ゴールドなくて、まあキナちゃんは1回やらせれるか。あと854なんですよ。レベル上げてベリアルに行きたいなとか思ってんすけど、逃げて逃げて勝てそうだな、まあ、戦えて余裕、こういうのはいけますよ、こういうの確実に。まあ、ザラキでどうなるか知らんけどね、結局は。おー、いいね、ザラキじゃなくルカラン連打は 大好きです。へい、これっすわ。キークは意外と攻撃力地味にありますから。いいよ。あー、まあ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 、まあ、これでやられても全滅しても500ゴールド以上あるから OK っすね。気が見えなかったっすけど、だいぶよ。うい、テスくんね。うう、いいね、ちゃんと B から狙ってくれた。AI は優秀。まあ、ちゃんとベホイミか、ちゃんとしてます。下処理がいいよ。4611、最高じゃねえか。めちゃめちゃ上がりましたよ。めっちゃ上がったで、めっちゃ嬉しいんですけど、ここら辺はちょっと、あー、もうちょい先か、弱くなるとこは。テス君ね、戦うか。うい、うい、来たー。どうしようかな、クッキーくんのメカワシの服をハリソンくんに。あー、でもまあクッキーくんが来てたらあれですもんね、ザオリクがあるから、そのほんままがいいか。今回は順調っすよ。あー、最悪だ、こういうのだよ、こういうの最悪なのよ。でしかも逃げれなくて攻撃くらい言うっていうのが一番危ね、危ない危ない。先手はマジ勘弁してくれ。わあ、ちょっと戦いたい気持ちがあるけどね、戦いたい気持ちがあったな。また変に戦って、うわぁ、まあ、もう一回チャンスがあるから。これベギナマ連打されると即全滅なんですよ。あー、ダメだ、これはダメだ、ここまで順調だったのにな。うー、うわぁ、最悪だ、もう3回転、せっかくここまで順調だったのにな。あ、まだ、うーっそ、4回ってないよ。くっ、いや、ないわ。
やー、くー、行くまでのハードルが高いな。行くまでのハードルが高いぜ。もう目標はベリアルに向けてるんですけどね。ちょっとお金稼ぎでロンダルキアスね、1000ゴールドぐらいまではやっぱ稼がないといけないですもんね。いやー、うまくいかないもんですね。なかなか全うまくいかんすよ。24,000、9,700、7,300 か。言うて、アッキーナちゃんもあと7,300 か。じゃあ、1000ゴールド、まず貯めますか。下界に降りて。おぉ、番号ちゃんやないですか。だいぶ、鋼の剣だったっけが欲しくて、バンゴちゃんとずっと戦ってた気がしますけどね。鋼の剣だったっけ、なんか防具でしたっけ。だいぶお世話になりました。すぐここ来るか、すぐここですよ。開口期でもね、20ぐらいしか食らわないから全然強ねえと思ってるんですけどね。メタルハンターはキラーマシンはめっちゃ強いですけどね。9か。でも硬いね、さすがに。地獄の剣だからこんなに簡単に入るってことですよね。ここはイオナズンでしょ、当然。当然のイオナズン。一発しかいないけど。余裕のイオナズン。いいね。965か。あとちょいっすね。この1000ゴールド貯めないといけないっていう道が結構大変っすわ。イオナズンを覚えたからだいぶこの道も楽になるのかなと思ったんですけど、そうでもないし、呪文封じ込められたし。最悪です。ヒールも入れられないからね、それがきついんすよ。うわ、逃げるか。呪文封じ込められるとね、ヒール入れられないんでね、回復を。それがほんときついっす。あと1回買ったら多分1000ゴールド超えるから、まあまた戻ってロンダルキアですね。はぐれメタルちゃんが出てきてもいいんですけどね。メタルちゃんがThank you.
全然まあ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 効果は多少ありました。うわうわ、ちょっと待ってね。死神の盾、ほう、死神の盾と効果があるんだったらちょっと装備したいな。ちょっと調べてからですね。死神の盾、まあダメだよね普通に考えたら。はい、ということで今回はこれ終わりましょうか。まだね、次はベリアルくんに行ってハーゴン指導って感じになりそうですが、頑張ります。だいぶね、展開が進んできてるんで、モチベーションは高いです。